8月26日月曜日、ウルトラウィーク1日目、アフターシックスジャンクション2、ライムスター歌丸です。そしてはい、 TBS アナウンサーの山本貴明です。さあ歌丸さん、今夜の特集なんでしょう。Perfume 結成25周年勝手にお祝い企画、 DJ 歌丸申し訳ジュニアによる Perfume Only DJ Mix ということで、現在東京ノードで開催されている Perfume 結成25年を記念した展覧会、 Perfume ディスコグラフィー25年の奇跡と奇跡、これ本当にすごい展覧会でしたけど、この一環として先週金曜の夜、 DJ イベントディスコディスコディスコスペシャル申し訳ないと行われました。1週間延期されましたが、大変多くの皆さん集まっていただいて、11年ぶりの正式公式申し訳ないと大いにも盛り上がったわけなんですが、その中で私 DJ ネーム歌丸申し訳ジュニアも歌丸、パフューム縛りセットでね、はい、大いに会場を盛り上げたわけなんですが、本日ウルトラウィークということで、こちら放送版ということでお送りしたいんですけど、はい、この DJ セットのその時間がちょうど40分だったんですね。40分、はい、でだいぶこういろいろはしょってあと他の人との他の被り、例えば沖手さんが僕の前、沖手ポルシェさんが僕の前だったんで、沖手さんがかけた曲は被んないようにっつって、そういう曲を、ね、そういう曲をカットしたり、それをまた戻したりした完全版をやろうと思ってたんだけど、はいはい、意外とこの10時台、時間ないのよでこの後あと1週間クイズの出題とかしなきゃいけないと考えると、そうです、ね、時間ないのね、ええ、だから山本さんちょっと本当にこんなどんもう巻きがすごい、急いで巻きやつがよ、だから今日ねちょっとね、ウルトラウィークだからいろいろこうね、いろいろ盛り上げ文言とか言いたいんだけど、ちょっともうそれどころじゃないんで、もうさっさとさっさと DJ 行きたいんで、いえいえ、はい、パパッと行きましょう、はい、ちゃんと始めよう、はい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 、アフターシックスジャンクション2、これ早くスピードアップ、スピードアップ、ここは早くスライドスライド、これもこれも早く早く早く、これはスペントスペントさ、みんな騒ぎな今夜、 Tonight's the night Tonight's the night、 一丁弾けていこうぜ、 Just like dynamite Dynamite、 さ、みんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yesアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after after six、 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、 Let's go。8月26日月曜日、時刻は今夜10時2分です。ラジオ読記の方、ラジコ読記の方、そして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは。今日も一日お疲れ様です。この番組はアフターシックスジャンクション2、通称アトロック2、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です。そしてはい、第4月曜火曜のパートナーは私 TBS アナウンサー山本貴明が担当しております。ということで今週のアトロック2はスペシャルを超えた1週間、題してアトロックウルトラウィーク、ウルトラ、はい、ということでね、いろんな企画、豪華企画やって、まあ、その一環がこの後の Perfume DJ ミックスなんですけども、はい、我々このアフターシックスジャンクション2が誇る存在ももちろん注目いただきたい。そしてなんといってもこの後の Perfume25 周年ミックス、ぜひぜひ皆さん生放送でお聞きいただきたいと思います。ということで本日のメニュー紹介いってみましょう。はい、はい、ということでこの、本日はですね、まあ、2時間もうほぼほぼ Perfume 尽くしでございます。この後すぐ特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは Perfume 結成25周年勝手にお祝い企画パート1、 DJ 歌丸申し訳ジュニアによる Perfume オンリー DJ ミックス。申し訳ジュニアは何かっていうと、申し訳ないとというですね、まあ、私も参加していた、はい、いわゆるクラブマナーの DJ、J-POP DJ チームの、まあ、先駆けというかパイオニアというか伝説的チームと言いましょうか、はい、で今回のその Perfume25 周年に合わせてずっと活動休止していたんですが、久々にチーム集まって復活、私もやりましたということなんですね。ということで私歌丸申し訳ジュニアが Perfume 縛りで、約40分ぐらいですかね、ノンストップで DJ いたしますので、あとその本人たちのですね、やっぱ私もね、まあ、音がありますんで、連中が私怖いの顔、音がね、急にゆっくりしゃべって、Perfume のお三方に DJ 用のコールというかフレーズというかレッツゴーみたいな、はいはい、いただいてますんで、はあと後ほどまたちょっといろいろご紹介しますが、そんな感じでお送りします。そして11時台のオープニングではその Perfume の皆さんからやっぱりね、DJ のコールだけではなくですね、申し訳ないとそのね J-POP DJ イベント、実は Perfume の初期というかな、ごくごく初期にも出ていただいてますし、あと私歌丸との思い、まあ大体ろくなこと言わないんですけど、楽しみ、どんなこと言われるんだろうと、大体ろくなこと言わない、
えっていうこと言うんだけど、あのさあどんなこと言ってくれて、まあ、非常に面白いらしいんでコメントをオンエアいたします。さらあとね、皆さんからの感想メールもここでご紹介しますよということです、はい、そしてさらに11時からは、はい、Perfume 結成25周年勝手にお祝い企画パート2、うん、DJ たちによる、まマイベスト Perfume ということで、まあ、Perfume もちろんクラブミュージックベースの、まあ、なんていうかクラブミュージック、本格クラブミュージックでありながら J-POP っていうかな、はい、そのもう得意なバランスみたいなのを成り立ててきた本当にすごいグループなんですけども、やっぱりイケてる曲を一番してるのは DJ たちだということで、ここは Perfume 一番好きな曲何というのを各種 DJ たちに聞いております、うんうん、どんな人たちが出てくるか、あと私の、ね、選曲とどこまで被ってるのかいないのか、これも楽しみにしていただきたいと思います。さらに、はい、その後の新概念提唱型投稿コーナーは無理筋を通すためのすげえロジックに出会った体験談を紹介します、超論法です。そして番組最後のエールコーナー、歌丸さん OK ください、通称 OK クレもやっております、皆さんの悩んでること、嬉しかったこと、何でも結構です。私が番組最後に急に大きな声を出して全肯定、すなわち OK、頑張りたいと思います、はい、番組ではリアルタイムの質問や感想など募集中、メールアドレスはローマ字の小文字で歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで、読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。また X ではハッシュタグ歌丸をつけて感想をポストしてください。さらに YouTube でも生配信中、この第6スタジオの様子見れますし、私の DJ ブースサイド の, あのカメラもあったりするんですけど、あの YouTube 音源は出せませんので、はい、ぜひですね、皆さんラジコか生放送かで聞いていただきたい、のうまくこうシンクロできるように、ちょっと絵と音がねずれがちなんで、私最初にだから DJ やる前に、はい、その山本さんに振ってもらったら、ちょっとこう、はい、なんていうの、カチンコこうやってこうやって、はあ、こう同期、優しい配慮、同期用の拍手でもして始めますんで、合図をね、はい、覚えてたらねもうちょっと気が気じゃないんだよ、全然そんなことじゃないんだよ、じゃあガンガン言いましょう、これウルトラウェイク盛り上がっていきましょう、はいはい、それではアフターシックスジャンクション2いってみよう。アフターシックスジャンクション西原商会、商会いろんな食材、商会西原商会、商会おいしさを商会、商会あなたの笑顔が見たい、業務用総合食品卸西原商会。さて時刻は夜10時12分を回りました。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、 TBS アナウンサーの山本貴明です。そしてパーソナリティのラップグループライムスター歌丸さんは DJ ブースですでにスタンバイしてらっしゃいます。忙しいです。あ、歌丸さん一声いただきました。忙しい、忙しいです急いでください。ちょっとそんなゆっくり言ってる場合なんで、巻き入っております。わかりました、気合い入れます。ここからは Perfume 結成25周年勝手にお祝い企画、 DJ 歌丸申し訳ジュニアによる Perfume オンリー DJ ミックスをお送りします。ではその前にPerfumeのご紹介から。Perfumeはあーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組のアイドルユニット、1999年広島で結成。2003年のシングルスイートドーナツからプロデュースを中田泰孝さんが手掛けるようになり、2005年にシングルリニアモーターガールでメジャーデビュー、2007年のシングルポリリズムでブレイク以後、日本のみならず世界で活躍中。今年9月に結成25年、メジャーデビュー20周年となります。おめでとうございます。そして申し訳ないとについてもお伝えしましょう。当番組のライブブッキング担当 DJ ミッツィ申し訳さんが主催、電撃ネットワークの牛蔵申し訳ジュニア、 GTS の G 申し訳ジュニア、ロマンポルシェのオキテポルシェ申し訳ジュニアなどが参加していたJ-POP DJ パーティーのパイオニア的イベントなんです。このイベントには Perfume も参加していました。ということでそろそろ DJ スタートですが、歌丸さん、何でも Perfume の皆さんから DJ 用にフレーズをもらったそうで。そうなんですよね、やっぱり25周年のお祝いイベントの一環ということで、のあれなんで、まあ結構ですね、いろんな種類のコールをいただいておりまして、ちょっと1個ぐらい出しますね。歌丸申し訳ジュニア、レッツゴー。こんなの、うわーすげー、ありがとうございます。皆さん間に入れていこうと思いますんで。ぜひぜひ。はい。ということで、準備よろしいでしょうか、皆さんね。
心の準備はね。はい。はい。はい。ここから先ノンストップでですね、大体ね、53分だっけ ?53 分とかに行って止めてないと、音絞るって言われてるんで。53か4って言ってます。ってこともう40分じゃん。ダメだこれ。諦めない。行きましょう、行きましょう。よし、じゃあ行ってみようか。はい。はい。ということで、同期いたしますんで、YouTube。はい。あ、映るかな、岡村さん。映ります？はい。行きまーす。この度私たちパフェが25周年となりました。本当に心から応援いただいた皆さんのおかげです。この中でも一番さんに本当に尽力してくれて感謝です。迷惑メールだそうです。君の好きは
2003年の台は波いる平星のごときライバルさえも霞む息一斉に到達していたその香りはスイートドーナツまるで飲料強烈なショック美味しいレシピ途切れないストックこれはきっといつか世間に届く冬の時代にビタミンドロップ当にパーフェクトだったスタイルだがしばらくは辛い時期も耐えるそして4年後風向き変えたビッグアップ起きてさんと木村カエラ決して譲れないここのイズムも今じゃ誰もが踊るポリリズムキリもないしここでまとめれば Perfume Love Forever極上のブレンドさマスターピース R-H-Y-M-E-S-T-E-R と B-E-R-F-U-M-E Yeah! Put your hands up please 極上のブレンドさマスターピースお待ちかねだろこの 3-on-3 Like this! ナチュラルに恋してWe'll be right back.
本当に立派になって歌丸申し訳ジュニアを送りましょう。
なんとかたどり着きました。ありがとうございました。歌丸申し訳順位でした。 Perfume の皆さんありがとうございます。 Perfume DJ ミックス、最初ちょっとボタンの設定変なとこ押しちゃって、最初の方変な風に聞こえたらすいません。これもね、現場らしさ。11年ぶりなんだよ、本当彼女。頭んとこのあのコメントよく聞こえなかったら、もう一回一人。この度私たち Perfume 25周年となりました。本当に心から応援をいただいた皆さんのおかげです。その中でも歌丸さんにも本当に尽力していただいて、感謝感謝感激です。お三方ありがとう。立派になって、何事もなかったように、来週、9月2日月曜日の特集のお知らせをしておきます。はい、ビヨンズカルチャーはこちら。9月は防災月間だからじゃねえ、いつだって備えておきたい頼れるライト特集2024。イエイ。当然のパフューム来たらライト、さすがライトつながり、ライトナウ。ということで、毎年9月は防災月間。この時期各メディアでは防災に関して様々な情報が流れて飛び交っておりますが、近年相次ぐ台風や地震、様々な豪雨とかですね、とにかくいつ何が起こってもおかしくないこの時代、一番必要なものはもちろん水とかも大事ですが、確かに皆さん身動き取れない時ね、夜どうします？そう、見えないとしょうがない、始まらないっていう。必要なのはパフュームが歌ってくれます、 The Light 教えてくれてる Right now ね、ということで一回に一つはっていうか、一部屋一つはとか、あと持ち歩き用に一つはとか、そういう時代だと思うんです、ライトは。ということで、来週は昨年1月にあったライト特集でもお世話になりました、ライト情報に明るいライターの多田藤さんが登場。災害時に頼れる実用重視のライトやランタン、その使い方、前回は
割とこうかっこいいガジェットとしてかっけーみたいなやつをやりましたけど、ね、はい、今回はむしろよりですね災害時の実用性、その例えばですねその遠くを照らすよりも、はい、周りを広く照らすライト、まあ、足元大事だし残しが方が Right now Now は欲しかったりするわけですよ。いやシュワルツェネガーだってそれはね、うん、シュワルツェネガーこれすみませんテラサーホークさんパクリですけど、シュワルツェネガーだってライトがなければお手上げなわけ。ほうほう Now だから、そういう災害に役立つやつをチョイスしてお送りするということになっておりますんで、ライトを選ぶポイントはズバリ距離と色ということで来週詳しく伺いましょう、はい。来週の月曜のパートナーは宇垣美里さんとなっておりま す, お願いします。そしてパフューム25周年ミックスもう高木ずっと俺ねちょっと本当にちょっとやっぱね本番となるとさすがにちょっと緊張しましてですね、はい、そうなんですか。ここになんかすっごい踊ってくれてる人いるんだけど、はい、誰かの怖いな誰連れてきたのこれみたいな怖い客だな怖い客来てる怖いなと思ったらね山本さんでした。すいません宇多丸さん僕も予想外の予想外上がっちゃったもう上がって持ってかれてもう最高でしたわありがとうシンプルは11時を回りました。 TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そしてはい月曜パートナーの山本貴明です。ということで本日このね、26日スペシャルウィーク第1日目アフターシックスジャンクション2この後何をやってかラインナップをご紹介しましょう、はい。この後11時15分頃からは特別企画パフューム結成25周年勝手にお祝い企画パート2 DJ たちによるマイベストパフュームということで、この番組いつもですね、はい、選曲企画はやっぱりイケてる曲一番知ってるのは DJ だろうと、ね、一番掘ってますし、あとその実際にお客の前でもちろん本人たち以外でお客の前で一番こう反応を見てるっていうか、どの曲が受けるのかとか一番分かってるわけ、どう機能するのかっていうかね。ということでイケてる曲を知りたければ DJ に聞けシリーズ、イケてるパフュームの曲を知りたければもちろん DJ に聞けということで、結局ねラインナンバーこういう感じになりました。まずは番組でもおなじみなおかつまあパフュームさんのなんというのかゆかりという意味ではこの人以上に濃い方いないんじゃないか、はい。ファンイベの司会なんかも未だにねいろいろやられたりしてる、うん。オキテポルシェさん、そして、この番組の代理パートナーお世話になりました岡田さん、ね、できる男ですよ岡田さ ん, 田さん、さらに、ナンバーワン東京パーティー DJ セクヤマさん、そして番組初登場あのねアイドルユニットでワイドールってもう、うん、解散しちゃった2人組なんですけど、はい、ワイドールの元メンバーで今は DJ トラックメーカーシンガーソングライターとしても活躍する、ハウさん。ちなみにワイドール私2016年のマウロン1位ですから。おおそうなんだ、はい。ハウさんとですね、それぞれですね DJ 目線からのマイベストパフューム曲のセレクトをしてもらったので、この後その、選んだ理由と、その楽曲、はい、果たして歌丸申し訳ジュニアと被っているのかどうか、うん、このあたりも含めてお聴きいただきたいと思います。そしてはいその後は新概念提唱型投稿コーナー、無理筋を通すためのすげえロジックに出会った体験談を紹介する小論法です。そして番組最後のメールコーナー歌丸さん OK ください、通称オケクレね。まあ例えばですよ、私らずね今日ねやっぱそのいろいろ DJ11 年ぶりで、まあ、言い訳したくないんだけど一生懸命練習もしたんだけど、やっぱり本番になったら変なスイッチ触っちゃってて、そうなんですよ、ピッチをねチェンジするときにキーを合わす装置が CGDG はあるんだけど、はい、そのピッチ合わすスイッチを押し忘れてて、だからちょっと BPM を上下したときにキーがうにうにしちゃったと思うんです。ですごい気持ち悪かったと思うんです、特に最初の方やっちまいましたあ、違う、やっちまいましたに、ただけが遠くの方にやっちまいましたにね、かけるのもいいんだけど、まあ、そういうもやもやした人にも一日の終わりに急に大きな声を出せばまあいいかなって気持ちもなるということで、こんな風にあなたを全肯定すなわち OK お送りいたしますということで、はい、番組の感想などお便りは歌丸 @tbs.co.jp までお願いします。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2ステッカー差し上げますということでね、すいませんようやく落ち着きましたね。なんとか目標のスイートドーナツからまでね、ちょっとスイートドーナツにとにかくたどり着くまでっていうのが目標だったんで、この間の土曜日にですね、その、パフューム25周年イベントトロノゴンヒルズの上の東京ノードという非常に立派なところで展覧会がある、その展覧会会場の中で、はい、開かれる DJ イベント、まあ、やってきて、まあ、後ほどちょっとその話もしますけど、はい、来てやってさ、でそこのセットよりもちょっと要するにその僕の出番の前が沖手さんだったんで、で沖手さんと事前にやっぱりちょっとそう要するに曲かぶりは正直しょうがないんですよ。もうそのパフューム
その DJ 縛りでやるとなると申し訳ないと1日でも結構かぶりもあったし、うん、まして4週連続でねこれからやっていくんですねきっとね。なのでもうかぶんないわけはない。でも逆に同じ曲をかけるにしてもどういう風に響きが違うかっていうのを、まあ、見るチャンスでもあるかもしれない、はい、ってこと。ただまあ隣接してるところはさすがにやめようってことで、で沖田さんはで沖田さんはさすがですね、あれパフュームのこれからねもうね常に最新の曲が最高っつってパフュームこれもう最新の曲ダイナミックスをしますって言ってポリリズムより前の曲だけをかけるっていう、しかも中田さんがやる前の曲とかも含めてかけるっていうね、感じのですね、まあ、さすが沖田さんもう完全にプロとして仕上がった。もうあれはライブですよね。曲かけてはフロアに乱入していくみたいなあといろんなお客のスマホ食べてました、ね、なんで食べるの、スマホ食べてました、なんで加える食べないでその後俺なんで、すいません普通の DJ ですいませんのこと言いながらで沖田さんとじゃあつって、ただちょっとビタミンドロップだけはどうしてもBPM アップしてってそのナイトフライトにつなぐ関係上どうしてもビタミンドロップだけくださいっつって、そういうやり取りがあって、でスイートドーナツいいやで、ポリリズムも絶対もう沖田さんがもう振り付けで付きで踊ってるの目浮かぶからポリリズムを外すとかそういう前きっと取り決めて、で今日はだからポリリズムとそのスイートドーナツは入れなきゃいけないなと思って、はい、だからなのでちょっと土曜よりはちょっとクイックめ、要するに早めで行ってる部分もあったんでファンの方食いたいになる部分もあったかもしれませんが、あとはやっぱり私はですね11年ぶりもうねダメですね、これね変なスイッチを押しちゃって気がついたら押しちゃってるんですねやっぱね、うん、あとねあんだけ練習もしたし今は BPM も出るから大丈夫とか言ってたんだけど、やっぱねその時にあれなんか前出た数字と違うなみたいなのがあって、もう耳で頼るしかないで、やっぱその頭出し、僕らはやっぱとはいえ頭出しはもうそのマークしとくんじゃなくてちゃんと自分で頭出しして出すんだけど、やっぱこうなんていうかな、僕あんまりこう綺麗にこうやるのもいいんだけど、やっぱそのちょっと揺れてたりちょっと荒っぽさが DJ って欲しいなと俺は思うタイプで、はあ、それはいいんだけど味になるってこと、いいんだけど BPM 完全に合わせておしバチバチバチっつってでポンって出して、あー出すタイミング間違ったみたいな感じであーっつって、うん、ちょっとずれたみたいな感じで、うん、でもお気づきかと思うけど最初すごいよれて出たのをこうやってちょっとずつこうアナログだとあるんだけど、はい、ピッピッって触って、はい、調整するって CDJ なの結構難しいんだけど、へえ割れながらあまずい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 ピッピッおあたたたたたおーすげえおぶねえみたいなそれも技術なんですね。だから技術もあるいやあるけど、まあそのミッチーさんと言ってもその綺麗につなぐはもう今誰でもできるっちゃできるから、あとはそのでも生々しさとやっぱその最低限のやっぱ足が止まんないことがやっぱ条件だから、面白いでですね、すいません、なんかあの野郎酒なんか飲みやがってと思うかもしれないけど、歌丸申し訳ジュニアはワインのそのボトルラッパ飲みが一応スタイルなんで土曜日もやりました、はい、今日もちょっとね小さめをね成城石井で買ってきて、はい、すいませんということで皆さん楽しんでいただけどうですか、もう非難合々のねメールがこう最高たくさんメール来ていいですか、ちょっと聞いてもらって歌丸さん、こちらラジオネームあげ玉さん、歌丸さんの DJ にちょっと泣いてしまいました、ああ俺パフュームのことを愛していたんだなって再確認、愛してますずっと。ね、これ僕も選曲の後 もちろんずっと聴いてるしずっとかっこいいと思ってるしずっとファンだけど、はい、今回用に、まあ、全曲聴き直して並べてたら、はい、やっぱすっげーなーみたいな、やっぱすっげーし、最高、あとクオリティ落とさずどころか上げてで世界にまで行ってでその曲のみならずビジュアルとかライブまでいろんなことやって、なおかつ本人がたちがずっとあの調子ね、面白いずっと最高すぎる、ずっと面白すぎる、面白くていい子たちっていう、こんなのない、あと中田さんもすげえな、取り当たってくるな、改めて聞くとすげえな、あざラジオネームダークロさん、パフューム DJ ミックス最高です、あざーす、生まれたばかりの赤ちゃんを寝かしつけながらラジオと YouTube を同期させて聞いていました、おやすみなさいまだまだこれから続くよ受験生時代から20代の青春の思い出が走馬灯のように駆け巡り、マカロニですでに落雷、新旧織り交ぜた選曲最高です、歌丸さんもパフュームも続けてくれてありがとう、心地よいビートで息子は無事寝ました、寝ました、よく寝てるかい、ね、起きちゃうラジオネームで、あ、いいですか、はい、あ、そうですか、あ、そうか、ちょっと寝てここで、お、皆さんメールまだちょっと後ほどの時間でも、ね、読んでいきたい、まずですね、はい、すいません、先ほど DJ 用のコメントもいただきました、たくさんで、ね、中でもいっぱい押させていただきました、はい、ね、カモンとかね、はい、歌丸申し訳ジュニア、パフューム DJ ミックでやってくれました、パフュームお三方がなんと
私、まあ、歌丸と、そして申し訳ないと、このね、要するに、J-POP をクラブマナー、要するにそのクラブミュージックのやり方で、でも J-POP とか歌謡曲をかけていく、いわゆる和物ナイトみたいなのあったんだけど、はい、ダンスミュージック、クラブミュージック、例えばヒップホップとかハウスとか、はい、として J-POP をかけるっていうか、これね、なかったし、あの日本のクラブでは結構日本語の曲って嫌がられる時代も長かったんで、うん、そこを、まあ、ある意味パイオニア的に嫌がらせ的に切り開いたグループ、それが申し訳ないとでございまして、で、Perfume は、極色、あれだから2005年とかですかね、6とかかな、大会のユニットですよね。当時まだ彼女たちも未成年でしたんで、当然イベントにそのまま深夜イベントとか出てもらうわけにいかないということで、我々が考えた脱法行為、早朝ならいいだろうっていう、そんな低い声で言わない早朝ならいいだろうってことで、そうだ、はいはい、だからもう早朝ご出演いただきまして、はい、中華のね、エイト、恵比寿のエイトでね、はい、24時間ぐらい、はい、24時間で打ち上げまで付き合ってくださって、でも俺はずっと寝てました寝ててもお疲れで、そしてあーちゃんはなんだろうこの人って思ってたっていうすごい、本当に。さあ、ということで、このお三方にですね、申し訳と私の歌丸の思い出を語ってるね、まあ、いつもね、正直、楽しみ。おいっていうことも入ってったりしますけども、つぶれたくなる。一体どのようなお話をしてくださってありがとうございますね。Perfumeのお三方コメントです。4分46、5分弱ぐらいありますんで、どうぞお聞きください。歌集家です。のちです。あーちゃんです。3人合わせて、Perfumeです。懐かしいですね。ね、申し訳ないと、はい、私たちの思い出の中にも色濃く残っております、はい、衝撃でしたもんねいろんなことしましたよね、うん、ラーメン作ったりとか、うん、イベントだけじゃなくて、うん、そのなんかライブだけじゃなくて、うん、こう何かそういう出し物だったり他でもこう楽しんでたじゃん、出演者の皆さん、うんうんうん、なんかそれがそういう大人たちを見たのが初めてで、うんこの人たちを楽しむ人たちだなっていう、うん、大人の姿を見たっていうか、うんうん、お客さんとの距離の近さにもびっくりしたよね、うん、近かったね、自分たちで手売りしますみたいなね、うんうん、ケーキもぼたぐり値段で売ったし切っただけだよだって、うん、なのに売ってたし、あとそうラーメンも作ったりしました、うんうん、なんか急にこれやって、これやって、これやればいいんだよ、みたいな。え、ラーメン屋さんって絶対いろんなこだわりあるよねっていう、わかりながらに、うん、ラーメン屋さんに対して別にそんな思い出もあるわけじゃないんですけど、うん、なんか、そこに不信感を持った分、あるな。ある。でも言われた通りやってたね。ね。うんうん、楽しかったけど。楽しかった。とにかく。うん、でみんなそれぞれの好きな音楽だったり、うん、もうジャンルも問わずいろんな曲が流れてたじゃん、うんうん、それも好きだった、うん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 、どこのお客さんに向けてとかじゃなくて、うんうん、音楽を楽しみたい人が集まってるイベント、うんうん、っていうところがこの申し訳さんたちの雰囲気ってたの、うん、ね、空気ね、うんうん、あれは居心地よかったよね、うんうん、早朝アイドルとしてね朝5時ぐらいに、はい、おはようございますって無理やり言う言ったもん勝ちっていうあれは酔いも冷めると思うよそんな言われたらもう朝かって思われたねえ、ほんと誠実させてもらってました。で、歌丸さんとの思い出、うん、歌丸さんとはその申し訳ないとだけじゃなくて、うん、その後いろんな取材だったり、うん、まあラジオでもそうですけどいっぱい起用していただいて、うん、私たちを呼んでくれたんだよね、うん、もう嬉しかったね、ね、アイドルのねことをいろいろ評論されて、うん、おしゃべりされてる方だもんね、うん、ね、そうそう、うん、木村カエラさんがね、バヒュームを売ったみたいな話になったら、うん、俺の方が先に見つけたのに、うん、と進めてたんだよねあれもね、嬉しいよね、ね、嬉しいよ、だってそんなところに私たちの名前をこう、うん、どんな誰たらアイドルさんの中に、うん、ね、名を連ねさせていただけるのもありがたいし、うん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 、あと対バンフェスにもね、出てもらったよね、うん、出ていただいた、うん、さんとして、うん、かっこよかったね。嬉しかった。私らの歌を、うん、カバーというか、うん、もう新曲ね、うん、あげますっていうくらいね。リリック入れてくれて、熱いやつ。うん、もう今聴いたら涙が出てしまうかもしれん。ねえ、当時は必死だったしさ、うん、そのありがたい気持ちをなんかどう表現したらいいかがわからんかったけど、うん、ねえ、もう長く続けるとね、うん、もうすべての喜びが。
涙になっちゃってね。本当そこだけは年重ねたね。本当にね。まあこういう風にですね、今もね、歌丸さんも現役でやられてて、私たちもこうやって現役でね、うん、こういう風になんかこうまたコラボというかこう関わらせていただけること、自分たちも活動を続けてきて本当に良かったなと思います。うん、まあ、またあの今回私たちのディスクグラフィーというのの展覧会をですね、虎ノ門ヒルズの東京ノードで行ってるんですけど、そちらのあのイベントにも。ディスコディスコディスコスペシャル申し訳ないとというのにね、うん、来てくださって、はい、はい、出ていただいて、うん、で飾ってあったって、そうなの、その東京ノードの、うん、あのパフュームの今までのグッズがいっぱい置いてあるところに、うんうん、歌丸さんのマブロンの、うん、あの切り抜きみたいな当時の本当の雑誌の切り抜きが置いてあったよ、まあ、大切なアーカイブとして、うん、嬉しかったわ、嬉しかったね、本当、うん、あの時のこと忘れてませんし、うん、これからもまたね共演できること楽しみにしています、ということでしょうか、はい、はい、以上パフュームでした、ありがとうございます、ありがとうございます、パフュームの三方でした、ね、あのちなみにあの言っときますけど、そのパフュームにケーキ売らせたりラーメン作らせたのは僕じゃなくて、申し訳のそのリーダーであるミッチー申し訳さん、あのなんていうんですかね、豆腐ビーツがあんなになっちゃった原因っていうか、はい、シンプルに全部ミッチーさんですね、で俺はその地方とかでそれを北海道かな、はい、それやって、その、ま、申し訳のツアーの時に聞いてラーメン作ったって売ったっつって、後からミッチーさんに何やらしてんですかと、マジだ、ま、ほんとマジやめてくださいねみたいな、突っ込んだ方だったんだ、いや本当 俺は絶対に誤解されてますよ、本当だよ、まあ一味みたいな、まあ一味は一味なんですけども、あとね、先ほどおっしゃってたその台湾っていうのは、パフュームがいろいろ台湾ツアーずっとしてる時期にライムスターも呼んでいただいて、石川でね、金沢県石川でライブやりましてですね、でその時に先ほど今日ミックスの、2曲目にかけた、はい、ナチュラルに恋してという曲の、はい、まあ、今一緒に流れてますね、はい、ナチュラルに恋しての、ライムスターのラップバージョンみたいなものを俺らちゃんとレコーディングして作ってきて、で、まあ、もちろんライブでちゃんとやったんだけど、音源としてもちゃんと作ったんですよ、その時まだライムスターライブアルバムまだ作ってる途中だったんだけど、そっちのおかげで作ってて、たまらんすね、ちゃんとダイモニオンでミックスしましたから、うん、でさ、ほら今聴いたら泣いてしまうかもしれんから、あーちゃん言ってたじゃん、あんた泣いてたじゃんよいよいよ2014年泣いてたべよ、いやいや、まあ、おいおい、なんだろうな、そこは覚えてないんかね、すごいすがすがしい感じですけどね、あげますとか言ってたの、ツッコミ面白かった、あげますなあれひどくないのあげますよ、まあ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 、ね、ありがとうございます、でも変わらずね、変わらずのお三方でございます、嬉しいことでございます、ということで、先ほどおっしゃってた東京ノードでやってるそのパフュームのディスコグラフィー、これね、展示も僕らがライブやったその中はもうそのなんていうかな、パフュームはいろいろライブでやってるテクノロジー的な試みみたいなものがいろいろ自分でも試せるっていう空間だったりとか、はい、あと、まあ、パフュームのこう靴がだけがこうピラミッド状にバッと並んでる空間とか、あと新曲のミュージックビデオのセットが丸ごとガンって入ってすごいでかいのが入ってたり、いいのかな、言っていいんだよね、で、お三方のドーンっていうのがあったり、パフュームのこれまでの、その、ライブのコンサートの、ポスターとか、あとそのさっき言ってたいろんなこうグッズとかそういうのが並んでる中に、俺も知らなかったんだけど、はい、そう俺 その ブブカで、はい、ブブカで2000年から連載しております、はい、担当森田修一君マブロンの記事とか、あとクイックジャパンの初期のパフュームの特集があって、そこにも僕文章してるんだけど、それとかもあって、あと沖手さんが文章を書いた記事とか、うん、そういうのもちゃんとあるんですよ、うわ素敵だわ、ナイスだ、なんかそうなんですよ、ナイス、そうなんですよ、だからいや俺ら的にはワオって感じで、ちゃんとこうなんていうかな、今や世界のパフュームになりましたけど、はい、その歴史の一部につながってるなっていう感じもしっかりしましたし、本当にミックスでも感じたし、うん、まあなんていうかな、ずっとファンですし、ずっとこうな尊敬してるんですよ、とにかく、だからだし、でもなんていうかな、負けないようにしなきゃなとも思ってますし、はい、マジな話本当にお互い、まあ、あってね、生き残ってきてなんて言ってましたけど、現役でって本当にそういうことだよね、嬉しいことです、負けないように我々もなんとか頑張っていきたいと思います、
素敵な時間だったなんか。あのね、メールいっぱいいただいて本当にありがとうございます。すいませんね。この番組放課後ポッドキャストっていう本当にゴミ溜めみたいなポッドキャスト、ゴミ溜めみたいなポッドキャストを木曜の夜に撮ってるんで、そちらでも今日東京ノードの方の我々の申し訳ないとの方のイベントのメールもいっぱい来てるし、そちらでたっぷりたっぷりご紹介しますんで、ゴミくずみたいなのとか飛ばしていただいて、楽しみ。そっちにもやりますね。パフュームファンの方もぜひそちらも聞いていただければ幸いです。あとどうもあれですね、ノッチは聞いてたな。おな、ミックスね。なぜ、あ、リアクション。いいやつなんだ。いいやつなんだ。間違いない。やばい。最高。最高です。キュンとする。はい、また直接ご挨拶する日も楽しみにしておりますという、お三方本当にありがとうございました。ということで、この後はですね、まだまだパフューム祭り続きます。パフューム結成25周年、え、いいんだよね。パフューム結成25周年、勝手にお祝い企画パート2、DJ たちによるマイベストパフュームをお送りいたします。さみな騒ぎな今夜アフター6ジャンクション、ハッシュタグ歌丸、アトロク。さてこの時間はこんな特別企画をお届けします。パフューム結成25周年勝手にお祝い企画パート2、 DJ たちによるマイベストパフューム。さあということで、一番一曲を知ってる人誰、評論家、うん、それもそうかもしれませんね、ほにゃららなんていろいろありますけども、やっぱ DJ なんですよね。とにかくいろんな曲を掘りまくって、はい、いいの悪いの含めて聴きまくった上で実際にそれを仕事で使ってんだから、まあ、一番いい曲知ってんだよこれはね。さあということで、我々はですね、クラブ DJ にとにかくいい曲を聴こうという企画を継続的にやっているわけなんですが、今回はやっぱり、はい、クラブ DJ との相性抜群の J-POP アーティストは誰、パフュームなわけですね。こんなところで時間取ってる。こんなところで時間取ってる。時間ないんですね。ということで、まあ、パフューム、もともと全部の曲いけてるんですけども、はい、その中でも特にあなたの好きどれの曲どれですかとか、いろいろ思い出も込みですね、DJ の方々にアンケートを取ってみましたという企画でございます。はい、本日ご参加していただく DJ の方は、はい、セクヤマさん、岡田さん、ハウさん、オキテポルシェさん、4名となります。ということで、もう早速ですが、1組目セクヤマさん、番組のいろいろお世話になっておりますが、セクヤマさんから、ご紹介していきたいと思います。はいはい、DJ セックス山口こと DJ セクヤマさん、当番組では現役 DJ が選ぶベスト J-POP 企画、これセクヤマさんが選ぶ曲いつも意表をつく、やっぱいい曲なんだよね、ワーオってなるんだよね。そして B リーグ関連企画でもおなじみでございます、DJ としては様々なイベントのほか、 B リーグブレイブサンダーズの専属アリーナ DJ としても活躍されております。そんな、それぞれにアンケート形式で送ってるんですね。そうですね、私読んじゃいないですね。あ、いいですか、はい、はい。DJ 目線で見たパフューム楽曲のすごいところはという質問に対しては、はい、凶悪と言っていいほどのパーフェクトな出音、音がこうがっつり出るというね。 DJ 時の選曲にパフュームがあるときは、その他の曲のイコライジングをパフュームに合わせる必要があります。とにかくね、それは分かります。中田さんの曲って全体にやっぱ音でっかいんですよ。でかめ、うん、てか半端ないんですよ、はあ、だから前本当に極端な話、普通の曲かけてこっちはもう半分近くぐらいにちょっと調整するとかしないとみたいな、ガッツありすぎる。今日はまあ全部パフュームだったんで問題なかったですけど、とにかくまあクラブユースでも J-POP として成立するという奇跡的なバランスの中田さんね、成り立たせているということですね。そして実際にクラブでパフュームの曲を流した時の反応は、セクヤマさん、自分の場合パフュームファンがあまりいない現場でプレイすることが多いのですが、必ずこれ誰と聞かれます。パフュームだよと言うと、すぐスマホでサブスク検索して確認を取ってくる感じです。だから未だにやっぱりそのなんていうかな、やられちゃうっていうかさ、人が出てくるっていうことだよね。そして3つ目の質問、パフュームのマイベストソング、セクヤマさんが選んだのは2022年リリーススピニングワールド、数あるパフューム楽曲の中で脳内ダンス、頭の中で自分が自由に踊ってる姿を想像することが一番できるディスコ曲、キックとスネアのシンプルさと生き物のように埋めるベース、上物新世群の巧みでおしゃれなインアウト感に心躍ります。自分が元ダンサーという背景もあるかもですが、うん、BPM110 という疲れずに永遠踊っていられる速度も DJ 時の選曲基準にドンピシャです。初めてマカロニ御用したマイベストソングです。セクヤマさん、本日の私の DJ セットで言いますと、序盤でマカロニの次にこれをかけてます。はい、
つまりそのヒップホップビート的な曲というのかな、はい、この番組だとあの DJ 長谷部さんが前この曲をね自分のミックスながらもかけててかっこいいよねなんて言ってましたね。ということで関山さんの通したパフュームナンバーワンソングこちらです、スピニングワールド。します最高かっけー、はい、スピニングワールドでございます。はい、アルバムプラズマに収録されている、シングルとしてもリリースされてますね、はい、もうやっぱパフ、これ2022年のアルバムですから未だにもう最高にかっこいいを更新し続けてるってことですよね。さあお二人目いってみましょう、はい、お二人目は岡田さんは申し訳メンバーでもあるんで岡田申し訳ウエストです。俺ちなみに岡田君と最初に会ったの東風ビーストと岡田さんで MCAT さんの横で、うん、ダパンプ役をやってる時ですね。ダパンプ役ラップしてました。岡田さんです、全国各地の DJ のほかネットレーベルマルチネレコーズやバンドキャンプで楽曲をリリースする DJ プロデューサー、今年の4月にはスペシャルパートナーとして番組出演、本当にもうクレバーない人です、最高なんですけどね、また東京ノードでは今週金曜開催のディスコディスコディスコプレゼンテッドバイ申し訳ないと、2日目、2週目にも DJ として出演されます、ということでまず DJ 目線で見たパフューム楽曲のすごいところは、岡田さんのお答えこうでした。2024年現在では分かりにくいが今でいう地下アイドル枠だったグループが当時の海外エレクトロムーブメントを取り入れてと物珍しさもあった頃から現在まで続く K-POP のように時代ごとのリリースに即時反応して貪欲に取り入れていく姿勢、その時その時のトレンドを貪欲に取り入れていく、またいわゆるクラブなりとそれ以外でのなりが勝率するバカでかい音のミックス、だからその普段そのサブスクとかでスマホで聴いてるっていうのとクラブで鳴らすっていうのを両立するってことですね。で一筆書きのような簡素なメロディーと歌詞と中田泰孝のシスとパフュームの物語が完璧に合致していたこと、あーかっこいいまとめるね、いいねいいねで実際に比べてパフュームの曲を流した時の反応は、当時から今に至るまで一貫して人気があり特定の曲ではなくまんべんなく認知されている、クラブでかかる日本語曲の真のクラシックとなっている、これは本当そうだよね、クラシック本当に日本語曲の残り続けてでみんな知ってる、みんな歌える、これ本当にそうだよ、ね、だからそのクラブミュージックのあり方っていうところで本当に日本語曲としては画期的な位置をこうもうあれかなもう確立してるってことかもしれないね、そして Perfume のマイベストソング岡田申し訳ウエストさんはこれでした。私の Perfume のマイベストソングはシークレットシークレット、ね、メロディーの良さそれに尽きる、パーフェクトスターパーフェクトスタイルと迷ったが、パフューム本人たちのストーリーとあえて引き離したとしてもパーフェクトスターパーフェクトスタイルはベスト版に入ってた唯一の新曲でその時のストーリーとかなりリンクしてるんだけども、それと切り離したとしてもこの曲のシンプルな構成は損なわれないように思うので、岡田さんありがとう、先ほどの私の、ね、ミックスにも当然入っておりました、はい、私歌丸がですねあのミュージックビデオにねあのカメオ出演していることでも有名でございます、アルバム 名アルバムゲームに収録されている曲です、お聴きください、パフュームでシークレットシークレット。
曲、はい、最高。これはね文句なしでやっぱ Perfume の中でもねあのトップクラスの本当に名曲の一つだと私も思います、はい、あのピノのねあの CM 感疲れもあるし、さっきのナイトフライトとかもそうだけどね、はいはいはい、まあ、このミュージックビデオだから私参加できたのめちゃくちゃあの光栄に思ってまして、はい、なんていうのかな、光栄よね、なんだあいつって思いますけどはい、ということでありがとうございました。岡田さんありがとう。また番組でもお待ちしてます。さあ、お三方目の DJ をご紹介しましょう。ハウさんです。 HAU、ピリオドでハウさん。ハウさんは番組初登場となりますが、2019年に活動終了したアイドルグループホワイドール、ホワイアットドールと書いてホワイドールのメンバーです。で、であの浦谷春菜さんという名前でやられましたが、そのソロ活動名がハウさんです。で、ホワイドールはあのスミレアイオライトっていう曲がマブロンの2016年年間1位です。おー、これは本当にあのもちろんてか他の曲とかもすごい、あのホワイドールさんすごくかっこよくてずっと高評価してたんですけど、これはもうね、それこそ DJ でかけた時のもう爆発力、高揚感が半端ない。あ、もうスミレアイオライト気に入る、すっごいかっこいいから。わかりました。でですね、現在ハウさんは、ライブ活動のほか DJ、 モデル、作詞作曲、トラックメイクなどを行う、そして DJ ふむふむとして、渋谷オートにて各月開催されているイベントトラットリアで、K&R&B ね、韓国の R&B、などを中心にプレイ中、何でも以前 Perfume オンリー DJ もされていたということで、まさにその目線、そしてなんていうかな、アイドルね、アイドル経験もあるというかね、ハウさんの目から見た Perfume 楽曲のすごいところは、私の DJ デビューは実は Perfume さんの楽曲縛りのプレイリストだったのですが、 Perfume、うん、さんが好きというのは大前提にありつつ、初心者がつないでもかっこよく決まりやすい、歌物トラックだけどつなぐポイントを決めやすいというのが大きかったです。これは本当そう。へ、うん、あの骨格、ダンスミュージックとしての骨格がちゃんとしてるし、こっからつないでくださいっていうのがあるし、それはもう中田さんがやっぱちゃんと作ってるって感じだよね、うん、あともっと言えば BPM も基本的には寄ってます。寄って130前後が多い。ああ、そうか、そうか、はい。そもそもトラックがエフェクトなどをかけずともかっこいいので、小技などをつかなくてもかっこよくつなぐことができました。で、実際クラブでパフュームの 曲を流した時の反応は、定番曲はもちろんの盛り上がりですが、これ知ってるかなという曲でも絶対知ってる人がいて、おーという声が聞けると私もにまにましてしまいますと。ね、本当そうだよね、うん。そしてハウさん、これハウさんのみへの質問ということですけども、うん、アイドルとしてパフュームはどこがすごいと思いますか。アイドルとして、またホワイドール時代の活動に、パフュームからの影響はありましたがということですが、イメージを体現できるところ、メンバー同士のステージ中の意思疎通、ステージ中って会話できないけれど相手がやりたいこととか思っていることを目線とかで感じて心で会話するタイミングがあると思うんです。私は映像でしかライブを見たことがないのですが、それを Perfume さんから感じていました。実際に私もライブするときは相方からそういった心の声を受け取ったり投げたりしていましたね。え、時々僕だってね、あのライムスターでマミーディね、こうやってマミーディこうやってよろしくってこうやってもね、見てないみたいなありますからね水を飲んでるみたいなありますからね。まあそれは向こうもしかり、向こうもしかり、向こうもしかりてめえこねろみたいなで、ハウさんです。パフュームマイベストソング、うん、私のパフュームマイベストソングはパーフェクトスター、パーフェクトスターリーです。中学生の頃パフュームさんと出会ってドハマりし、 CD 屋さんでその時の貯金をはたいて置いてあったアルバムや DVD を一通りゲットしました。中でもパフュームコンプリートベストがお気に入りでした。最初のねベストアルバムってか最初のアルバムね、はい、1曲目に収録されているパーフェクトスター、パーフェクトスタイルは特別で、次の曲に進めずに1日に何度もリピートして聴くこと大好きでした。その頃はまだ将来やりたいことが明確になっておらず、なんとなく芸能界に興味がある程度でしたが、長い間苦労して努力して活躍されている Perfume さんが歌う曲としては説得力がありすぎる曲で、いつか私も歌って踊って人の心を動かす人になりたいと思ったのは間違いなく Perfume さんの影響が大きかったです。このハウさんのこの文章自体が本当に素晴らしいし、はい、全くおっしゃる通り、Perfume もね、だからその、ある意味ローカルアイドルとして出発して、その先ほどの岡田さんもあったように、地下アイドル的な立場、今で言う、みたいなところから出発して、でも、作品とパフォーマンスと、あと、ま、人柄かな。で、ぐっと上がってきて、っていう中で、ついに出た、まあ、アルバムなんだけど、ベスト形態、その中に唯一入ってる新曲がこの曲で、その、なんていうかな、今聞くと、その手が届かないところに行ってしまうほど大きくなったPerfumeの歌とも聞けるし、その時はやっぱりPerfumeがもしそのこのままいなくなってしまって後からこの素晴らしい作品群を聴いたらって曲にも思えたりとか、いろんな読み込みができちゃうんですね。中田泰孝さんって本当に作詞家としても半端ないんだけど、それも堪能できる。でも今聞くと完全にそういうこうなんていうかな、あとなんていうかな、僕からするとやっぱそのもう手が届かないあの時っていうかな、もう
すごいその、あの時のパフュームっていう、そう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 、そういうふうにも取れるかな。ということで、ハウさん選んだ一曲です。パフュームで、パーフェクトスター、パーフェクトスタイル。選曲パフュームパーフェクトスターパーフェクトスタイルでした。めちゃくちゃグッとくる、はい、最高です。あのパフュームのもちろんね、あのていうかパフュームどれも最高なんだけど、あの最高傑作の一つだと思うし、うん、あの私も先ほどもあの DJ にも入れましたし、はい、あのこの間の土曜日のあれでもね、あの最初の我々申し訳チームの一発目が、はい、牛蔵さんで、牛蔵さん多分一発目にこれかけたんじゃないかな、うん、やっぱりその歴史を知ってる身からするとっていうところもあるも曲でもあるしっていうね、はい、あのでも本当に今聞くとまた違う響き方もするところも含めて本当にすごいですよね。うん、はい、ということで、うん、すごい曲じゃないでしょうか。そしてハウさん本当にありがとうございます。あの番組でもまた例えばその DJ とかね、あの木曜日の、あのライブコーナーとかも含めてまたあのお待ちしてますんで、一つよろしくお願いします。お願いします。ハウさんありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後はこの方です。はい、4人目、オキテポルシェ申し訳ジュニアさんです。 DJ オキテポルシェ申し訳ジュニアことオキテポルシェさんはニューウェーブバンドロマンポルシェのボーカル、楽器、説教担当として活動、また現役の J-POP DJ として全国のクラブやフェスで活躍中。番組出演2022年7月単行本食人族のお話、もうとにかくオキテさんの文章は面白い。今はもうラーメンにむちゃくちゃハマってるラーメンの専門家として活躍しすぎっていうねオキテさんなんですけども、パフュームが申し訳ないと、まあもちろんその出ていただいた時からというかね、あのオキテさんの時パフューム側のファンイベントとかも含めて、その、あとパフューム の, そのなんていうかな初期の応援みたいなことで一番やっぱり積極的に関わってた人で、さっきの僕 の, あの、ナチュラルに恋しての、はい、ライムスターバージョンの歌詞の中でもやっぱりその、ちょっとこう、こう耐えなきゃいけない時期もあったけど、で風向きが変わったと、でビーガップ沖手さんと木村カエラっていう風にね言ってる感じ、やっぱこの2人の功績が大きいという風に思うんですね。そんな沖手さん、はい、パフューム最高さんファンの一人沖手さんが言う、見た、パフューム楽曲のすごいところは DJ 目線でも含めて、ね、J-POP の音圧競争が始まるずっと、音圧競争ってのは音のやっぱデカさ競争さ、とか大きさとかこう圧ね、圧やっぱミックスとかこうマスタリングでそれをね、要するにいかに迫力ある音にするかっていうのを、うん、競ってるわけですけども、はいはい、ずっと前から、WAV データの波形がノリ、かっこ真っ黒になるほどの低音爆音コンプビシバシサウンドを確立していたのが早かったことでショックを与え、そこに3人の清涼感がある歌声が乗ることで単なるクラブミュージックでもアイドル歌謡でもない何かになっていた。芸風として確立されるまでに浸透したパフュームサウンドは今も強烈にオリジナルであり続けていて、これは素直にすごいことだと思います。結構パフュームがこうガッと上がってくるタイミングでフォロワーチックな人たちも結構出てきたし、まあその中で僕も好きな曲なくはなかったけど、やっぱね、やっぱり全然違うっていうかね、で、うん、結果としては今もう唯一無二っていうかね立ち位置になってますね、パフュームね。
そして沖手さん、実際にクラブでパフュームの曲を流した時の反応は、大きな音で聞くと重低音が腹にくるのでやはりクラブ映えしますし、2008年頃には本人たちがいない場所でもパフュームの曲を大きな音で聞きたいという需要が多大であり、申し訳ないとやっていた小箱のミシクウェブがパフュームファンだけで芋洗い状態になっていたことを思い出します。本人たちがいなくても成立してしまうのは一人に音楽の力であると思います。さらにそれで、そして本人たちのキャラクターの魅力爆発のコンサートを見て、皆さん一発で虜になる様子は本当に痛快でした。これは本当にそうで、僕ももちろんずっと連載してて、正直もうとにかく曲だけだと、曲のことしかもう興味ないし、本人とか興味ないからって言ってんだけど、あのやっぱね、いろんな方に言われて、パフュームはライブもいいからっつって行ったら、マジかっていう、最高かって、あ面白すぎんだけどっていう。あとダンスとか本当すごいじゃん。はい、もうダンスのレベルも確実に上げたと思うのね。そして、沖手さんです。これ沖手さんオンリー質問です。パフュームにまつわる思い出エピソード、パフュームにまつわる秘蔵エピソードなんてものは全くないに等しいわけです。嘘つけっていうね、全くないに等しいわけですから。最近思い出したのは2005年2月27日申し訳ないと発祥の地、宇都宮プラネットで行われたパフュームと申し訳のビタミンサンデー、三井申し訳さんの発案により、パフュームがデコレーションしたケーキを一切れ350円で販売したりと、パフュームと申し訳ないとのタッグが始まったばかりの頃の珍奇イベントの際、これあのさっきあーちゃんがあのぼったくりやろうってケーキはいって言ってましたよ。ライブが終わった後の DJ タイムで気分が高揚したあーちゃんが、うん、島谷ひとみのペルセウスに合わせて、ペルセウスに合わせて、オタと一緒に、OAD オタゲーこうやつ、はいはい、踊りオタゲーを楽しそうに打っていた頃です、うん、まだあの頃はコンピュータードライビングのイントロに合わせてオタがミックスを打つなど、本来パフュームが秋葉原カルチャー柄の存在だったことを懐かしく思い出しました。へーあーちゃんこうやってやってたんですね。へえ。なんか素敵な人だな。そんな、ポルシェさんのマイベストソングです。私のパフュームマイベストソングはこれすごいです。あの沖手さんならではの、あの変化球です。要はあのこの間の DJ と同じで最新曲かけますって、うん、その要はポリリズムの前の曲かける、秋葉原ラブ、皆さんご存知ですか？選曲理由はぶち上がるから、ひらがなパフュームの曲で失礼します。あのね、パフュームひらがな名義で DJ 桃井ね、桃井春子さんの作詞作曲プロデュースで実は出した一曲ありまして、はい、内水大作戦2005年キャンペーンソングという、だからまあその、パフュームブレイク前のスピンオフ的な一曲っていう感じですかね。でもこの間 あの東京ノードの DJ でも沖手さんこれでもまたぶち上げてましたから、ね、すごかったです、ということでパフューム ×DJ 桃井で秋葉原ラブ。
はい、ひらがな表記パフューム ×DJ モモイで秋葉ラブでございました。おきてポリスさんの選曲です。はい、ただこれおきてさんらしい変化球っていうか、今となってはよ、だから今となってはこういう時代もありましたっていうことで、はい、なるほど、はい、逆にこれも素直に盛り上がることができるっていうね、はいはい、こう時代の 曲でございましてね、これはこれでもね、今聞くとね、うん、あとおきてさんの DJ に合うにはすごい、あ、うん、そうですね、おきてさんこれに乗ってあのフロアに繰り出して、いろんな人のスマホを食べるそうそう、ついてきたやっと、はい、ということでございます。本日ね、選曲していただいた、セクヤマさん、そして岡田さん、ハブさん、そして、オキテポリスさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました、ね。ちなみに私、本日 DJ セットリストとかも多分あれだな、後で上げてもいいかもしれないですね。ツイッターに上げましょう、はい。あのね、入れきれなかったのクロックワークも入れたかったんだよねとかね、あるんだけどね、本当は1時間欲しい。いいな、申し訳ないと復活してもいいかもしれません。夜ね、はい、ということで、DJM さんが選ぶ Perfume ベストソング特集でした。小特集でした。来週のこの時間はピーター・バラカさんが登場。9月6日から角川シネマ有楽町で開催される音楽映画祭ピーター・バラカミュージックフィルムフェスティバル2024についてお話を伺います。そして、この後、先ほど告知もしてやっていた、侵害、中小、投稿コーナー、超論法。超論法、すいません。時間が。申し訳ない。今日は飛ばします。すいません。さて、アフターシックスジャンクション2、明日27日水曜日、ウルトラウィーク2日目のお知らせしましょう。パートナー山本隆明さんということで、引き続きよろしくお願いします。ウルトラな企画はこちら。アニメーション映画ルックバックはいかにして傑作となったのか、押山清隆監督&アニメーター井上俊之さんインタビューということでですね、とにかく、100万人も突破したという大ヒットアニメーションルックバックなんですけど、皆さんね、本当に夢中になっているあの新たなる傑作、一体どのような形で傑作になったかというのを、脚本監督押山清隆監督と、この作品のクオリティに非常に大きく寄与している神アニメーター井上俊之さんとの、定談スタイルというか、お二人に私がインタビューするというスタイルで、なかなか他では聞けないお話を伺えてるんで、2時間ぶっ通しでこちらお送りいたしたいと思います。そして歌丸さん OK ください、もうご紹介したいと思います。明日とにかく必聴ですよ。ラジオネームない方からいただいたんですけど、実は本日からパートナーが入院しています。定期的に婦人科検診を受けていましたが、7月の検査で数値の悪い部分があったためです。明日8月27日、腹腔鏡手術を受ける予定です。手術としてはよくあるものらしいですが、パートナーは入院が初めてです。もちろん手術も未経験のためかなり不安なようです。私も基礎ぐらいしかできないので、そういった部分のケアをできているのか自信がありません。パートナーへの励ましの意味も込めて歌丸さんからお気をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。わかります。僕もあんまり入院したことない時に入院するのすごく不安でしたけど、はっきり言ってその検診ってこういうふうに早期にいろんなものを見つけるためにすることなわけで、見つけてこうやってやるって、すぐ処置するってすごくいい、このためにすごくいいことなんです。そうですね。なのでこれラジオ、ない方パートナーの皆さんも含めてもちろんオッケー。そして本日いろいろお世話になりました Perfume25 周年迎えて、まだまだこれからもオッケー。